私は人工林の密度管理が林内の光環境と林床植生にどのような影響を与えるかについて研究しています。人工林を育成するためには間伐が必要になりますけれども、間伐をすると林内が明るくなります。そうすると草本や灌木が茂ってきます。この関係性を数量的に明らかにするために人工林で樹木の調査をするとともに、林内の光環境の状態と林床植生の種類や被覆率を調べています。間伐はこれまで優良な木材生産のために行われてきました。しかし私たちの生活に欠かせない水源管用機能や土砂流出防止機能を森林が高度に発揮するためには豊かな林床植生の存在が不可欠です。明るい林内に生育する林床植生は土を保持し生物多様性を高めます。健全な人工林の維持管理のために適切な密度管理のあり方を考える必要があります。知ることは楽しいことです。思い込みを取り払い、時には疑ったり確かめたりしながら好奇心を持って学んでほしいと思います。フィールドは発見の宝庫です。講義で得た知識と実習で体験したことをつなげて自分の知力にしてください。